シェブロン、シェブロン、A、シェブロンコーポレーションは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンラモンに本社を置く、石油関連企業である。石油をはじめとする、エネルギー関連製品を扱う、民間企業であり、現在世界の石油関連企業の中でも特に巨大な、規模を持つ、国際石油資本、いわゆるスーパーメジャーと創称される6社のうちの社である。 第二次世界大戦後から1970年代まで世界の石油の生産をほぼ独占状態に置いたセブンシスターズ7社のうちの1社である。石油やガスの炭鉱、生産、輸送、生成、販売を垂直統合で一括で行っている。また、化学薬品の製造販売、発電事業なども行っており、事業規模は多方面である。シェブロンは 世界180カ国以上でビジネス展開している多国籍企業である。系列会社を含めて世界84カ国に販売ネットワークを持ち、約2万4千カ所以上の小売所を持っている。アメリカ、アジア、ヨーロッパの13の発電事業者の資産を保有している。大体エネルギー分野では燃料電池、太陽光、発電、二次電池、バイオ燃料、 水素燃料、地熱発電などへの投資を積極的に行っている。テロ対策特別措置法に基づき、日本政府がアメリカ海軍に供給している燃料はシェブロンから購入している。シェブロンにはかつて元国務長官のコンドリーザ・ライスが取締役として在職した1991年から2001年、1879年にアメリカ合衆国で パシフィックコーストオイルとして創業し、1900年にスタンダードオイルに買収され、その一部となった。1911年に独占禁止法で、スタンダードオイルが34社に分割されると、スタンダードオイル・オブ・カリフォルニア、通称、ソーカル、ソッカルとなる。その後、1936年にテキサコと合弁で、カルテックス社、カロリーテックスを設立。 1932年7月に、イギリスの探検家、ジョン・フィルビーの仲介で、イラク石油会社を抑えて、サウジアラビア政府から、東部修繕の石油利権を得ることに成功する。スタンダード・オイル・オブ・カリフォルニアは、第二次世界大戦後から1960年代まで、世界の石油の生産を、ほぼ独占状態に置いた7社である、セブ・シスターズのうちの1社であった。その後、 1984年にセブンシスターズの一角であったガルフセキューと合併、社名を1930年代より一部の州で使っていたブランド名からシェブロンに変更している。これより前の1966年にパラマウント映画を買収して参加に収めているが、1994年にバイアコムに売却している。2001年に合弁相手だったテキサコを買収し、 シェブロンテキサコとなったが2005年に再びシェブロンに社名変更した。現在、ガルフ、テキサコ、カルテックスの名はガソリンスタンドのブランド名としてのみ残されている。シェブロンはアメリカ西部、南東部の16州でスタンダードオイルの商標系を持っており、以下の16州でそれぞれ1カ所のスタンダードオイルブランドのガソリンスタンドを A している。 アイガホ州、アラバマ州、アラスカ州、アリゾナ州、オレゴン州、カリフォルニア州、ケンタッキー州、ジョージア州、テキサス州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ハワイ州、フロリダ州、ユタ州、ワシントン州。カルテックスは、シェブロンとテキサコが1936年に合弁で設立した会社が元になっている。1951年10月。 カルテックスは日本石油、現 JXTG エネルギーと合弁で日本石油生成を設立した。このため、1996年4月に日本石油がカルテックスが所有する全株式を取得し100%個会社とするまで同社が外資系と言われた。その後、2002年にコア石油と東北石油の2社と合併し、新本石油生成に 社名変更2010年に、親会社の新日本石油が、ジャパンエナジーを合併して、石油生成部門を統合し JX エネルギーに、社名変更 JX エネルギーが2017年に、当年ゼネラルを合併主元の JXTG エネルギーとなった。シェブロン、テキサコの成立に伴い、カルテックスは吸収合併され、現在はブランドのみ残されている。 日本石油が1983年にシンボルマークをサンライズマーク、日の丸の下部分に切り替えるまで、同社のスタンドのサインポール、看板はカルテックスのマークと日石の氷マークを並べて使用しており、切り替え後も上記の日本石油生成合弁解消までサービスルームの壁にカルテックスマークを掲げていた。韓国では2005年に LG グループの一部が GS グループとして独立した際に、石油部門にあたる LG カルテックス製油から GS カルテックスに社名変更をした。ただし、カルテックスのマークは使用していない。日本では、シェブロン、シェブロンブランドのモーターオイルは、正規輸入はされていない。シェブロンジャパンは日本では、カルテックスブランド、カルテックスで展開しており、シェブロンブランドの販売はしていない。しかし、 会員制マーケットのコストコがシェブローンシュプリームを US 小売価格に1クオートあたり0.5ドル程度上乗せの価格で販売している。日本では潤滑油はインフレ価格なため2014年以降の円安になる以前はコストコの販売価格は日本では小売り最安値レベルであった。ちなみに日本ではあまりの安さに不安がある向きがあったり逆に 高性能オイルだと信じる向きもあるが、どちらも誤りで、実態は、US の、どのカーショップでも置いてある、普通の自動車用ウルオイルである。このシュプリームのベースオイルアイスシンは、グループ2の一般的な水素化生成オイルであるが、このシュプリームがインターネットを通じて、北米産パラフィン系鉱物油、ペンシルベニア産、エンジンオイルとして過剰な評価を受けているのが、見受けられる。 パラフィン系であるのは当然、ナフテン系のエンジンオイルはないとして、アメリカでは一般的な汎用なエンジンオイルである。シェブロンの前身であるガルフ、ガルフブランドのオイルも日本で販売されているが、これは日本のオイル業者のごとこがライセス生産した日本や韓国製のオイルである。なお、シェブロンジャパンは日本の高級エンジンオイル市場から撤退し、 API 企画や汗や企画、各自動車メーカーの認証企画を取得した、ハボリン、ハビビーンシリーズの販売を縮小し、販売の主流は韓国などから輸入した、ディスカウント向けのエルックスの認証企画を取得しない、安価体のエンジンオイルの販売に移行している。また、日本では高品質エンジンオイルの原料となる、グループ3ベースオイルの自給率が低く、 GS カルテックスは同じく韓国の SK と並んで、グループ3ベースオイル、調整生油イコールコード水素化開口物油、化学合成油、シンセティックの表示も許される。を、多くの日本の潤滑油ブレンダーに供給している。シェブロンジャパン Q、オロナイトは、燃料添加剤、清浄剤、ポリエーテルアミン、P や、エンジンオイルの添加剤。 ミックス DI パッケージの一大供給元で多くのケミカル、潤滑剤メーカーと取引がある。国際石油資本、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。